ルフィ、ゾロ、ナミの3人は航海の準備を整えるためとある村に上陸する。その村で勇敢なる海の戦士を目指すウソップとグランドラインに入るため欠かせない海賊船ゴーイングメリー号を仲間に加え、一行は麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航した。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに雑用を命じられてしまう。ゼフはかつてコックにして海賊船の船長を務めたという男で、凄まじい蹴り技から赤足のゼフとして恐れられていた。そこで副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが、空腹の者には海賊であっても食事を与えるという男だった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否。子供の頃ゼフに命を救われたことのあるサンジはその代恩に報いるため生涯レストランを守り抜くことを密かに誓っていたのだった。そんな折レストランに一人の海賊が現れた。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いるドン・クリークである。Thank you.
突き立てる勇気は己の心力だ。はたまた無知なるゆえか。Yeah!
真似するな。無駄に構われろ。落ちぶれちゃいに。余計な真似はどっちだよ。俺の背を、その右足さえ見つかってなきゃ、こんな奴らに慣れられることはなかった。奴か。Oh!
んだ、知らねえのかよ。くっ、おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんな、クソジジイ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞ、チビナス。クソ、このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。待てよ、付き合おうじゃねえか、海賊王への道。黙って笑われるもんだぜ。